なるほどね。さあ終幕だ。蹴りをつけるとしようぜ。ああ来い、灰の騎士バリバール。おお、笑っていつも見てたけど、今回ばかりはかっけえな、このバルバールの登場は。最後の戦いだぞ、鬼神戦最後の戦い。これは機動車同士の戦い、手出しは無用よ。下がりましょう。今は信じて見守りなさい。歯がゆいが信じるしかあるまい。さあお互いちゃんとしたいもの持ってますか。ゼブリアストーンの太刀、なかなか大した代物だな。どうやら今回ばかりは手加減をする必要はなさそうだ。なんだ、今さらビビってんのか。ああ、そうみたいだ。勝つにせよ負けるにせよ、これが最後になると思うと何かが変わってしまいそうで。それが怖いのかもしれない。甘ったれんな。今を踏ん張ってこその未来だろうが。俺の首根っこを引っ掴んで卒業させるんじゃねえのか。本当にクロめっちゃいいやつだと思うんだよな。こんな時でもな、リンの味方でいてくれるようなもんだもんな。そうだな、いいよ、ね、だったら俺も全てを出し切ってみせる。今回ばかりはみんなの思いも帝国の命運も関係なく。クロ、お前とただ対等に渡り合うために。上等だ。鬼神は力、思いは逆に動きを鈍らせる。刀匠が己の持てる全てを剣に込めて鍛え上げるように、思いは戦いの前に自分の血肉にしておけばいい。さあ始めるとしようぜ。誰にも邪魔はさせねえ。俺とお前の最後の勝負を始めよう。ああ望むところだ。やるぜ。真っ白になるまで、互いの魂が燃え尽きるまで。もう言葉は無用だぜ。かっ、 ある程度の情報は元々あるもんね。じゃあボディ狙いましょう。はっ、はーい。じゃあ技使っても大丈夫ですか。いや、味方がいる、仲間がいるんだ。腕はダメ、ボディは頭だな。この時はまだ分かんないから、腕
えられた。あ、まだダンケットできないのか。じゃあ防御しよう。さあ、かかってこい。しのげるかよ。僕の番だね。アルティメイトバイ。それ。俺の番だな。はい。
新規発動。勝負あったわ。リーンの勝ちね。うわ、やったか。リーンさん、君ってやつは見事だ、リーン。してたけど、だがお前ならきっと成し遂げられると信じていた。ああ、私もだ。そっか。ま、完全にクロウと二人の世界だったみたいだけど。なんていうか入り込めませんでしたね。うんうん、なんかセリフもすごかったし。誰にも邪魔はさせねえ、真っ白になるまでか。せっかくの余韻を台無しにしないでくれ。まったく、うちの子たちは。無理しない方がいいわ。だいぶマナを消耗している。たく、何が皆の思いは関係ないだ。鬼神でのアークスのリンク完璧に使いこなしてたじゃねえか。ああ、おかげさまでね。でもそれでも無心だった。多分みんなの思いも含めて俺の一部になっていたんだと思う。バリマールや、ひょっとしたらクロウも含めて。とんでもないわね。色即是空、非が一体の境地か。どうやら剣の司教の一端を垣間見たみたいね。いえ、そのもう何も感じないというか、夢でも見ていたというか。もう一度は難しいかもしれません。ガク、リン、そなた閉まらないオチだね。まったく、拍子抜けもいいところだ。まあまあ、俺たち同様、先は長い。それだけのことだろう。そうね。そんなに笑うなよ。まったく、認めるしかねえじゃねえか。俺の負けだ。完璧に
完膚なきまでにな。ああすまねえな、ビータ。いろいろ借りを作ったのに期待に応えられなくてよ。気にする必要はないわ。正直想定外だったけど、これはこれでありかもしれない。ふざけるな！あ、ごめん、忘れとった、お前の存在。魔女殿、どういうつもりだ。まさかこれで終わりにするつもりか。終わりでいいじゃん。あ、いたんだ。忘れられてんじゃん。カユンコいたっけ、お前。あはは、なんか完全に忘れてたね。元より結社の目的はこの勝負の舞台を導く青と灰の勝敗以外は興味はないと申し上げたはずですが。ね、姉さん。そもそもあんた、どうしてこんな勝負を。黙れ黙れ。こうなったらこちらも手段を選ばぬまでだ。暴走させる。まさか。おい、やめろ。さあ、殿下、波動のお時間ですぞ。いにしえのアルノールの地、存分にたぎらせるがよろしい。やだ、やめて。セドリック殿下。貴様、何を。強制的に取り込まれた。飲み込まれちゃった。配置的に結構危ないじゃない。あいつに逃げとんね。これは。ちょっと待って、これこのまま見てあいつどこまで逃げるけど。あ、画面がいっちゃった。
なんとかできんだろ。そう言われましてもと言いたいところですが、この赤き霊脈はマナを奪うもの、気を高めればある程度はしのげるはずです。気を高める。そうか、なるほどね。ならば腹の下、丹田に力を込めるがいい。ここが踏ん張りどころだ。飲み込まれずに状況を見極めるぞ。これぞ赤の魔王、千の武器を持つ魔人。250年前オルトロス帝が権限させた絶対支配者か。なんて冷圧なの。このままだと防御限界が。愚かな、これの出現だけは戒めていたのに。あー、やるね、オピッタ。ビータ、隙は作れるか。隙？あの強化術式ね。ああ、3年前の試練で手伝ってもらったあれだ。できるか。やってみましょう。クロウ、策があるのね。ああ、俺とビータであいつの隙を作ってみせる。その間お前たちでしのげるだけしのいでみせろ。隙作れるの？できるならば是非もない。そうだね、このままだと全滅するだけっぽいし。だがさすがに時間稼ぎにしかならないぞ。あれだけの巨体を制するには何か決め手が。そうか、二機の鬼神がいれば。あれだけの力があればひょっとしたら。おう、マナが戻ればこっちのもんだ。皇太子が取り込まれたケルンさえ取り出せば。あのデカ物をなんとかできるってわけだね。なるほどね、今マナがついてるからこれまでの時間稼ぎで戦うぞ。この資源には権限できなくなるはずです。選択肢はなさそうに。分かった、それで行こう。クロチルダさん、よろしく頼みます。もうよ。任されましょう。グリアノス、セリーヌも手伝ってちょうだい。あんま、仕方ないわね。
最終決勝は7組目の船が戦闘に参加している装備戦となります。パーティーに入っていないメンバーを含め全員装備になることができます。ラグビーは連続で戦闘に参加し、最大の最後のサポートメンバー最後か最後のサポートメンバーが初戦に回ります。どういうことだ、まあ、ちょっと試し見で やればいいか。いやー、てか連戦ってこと、まあ、とりあえずこれでやってみるか。特に準備するものはないんで、いや、来ましょうか、頑張る。じゃあセーブします。ていうか次回ですね。それではまた皆さん、次回最終回になるのかな、最終回かもしれません。それではまた皆さん次回会いましょう、うん、じゃあ。